んにちは、りっかだよ。つむぎだよ。今日のお題はこれ。三角形の辺の長さの問題だから、三角比とか使うのかな。でも、〇〇が最小の時っていう問題、二次関数のところでもよく出てきたよね。うわーん、どっちを使えばいいんだろう。つむぎちゃん、鋭いね。これは三角比と二次関数の混合問題だよ。そうなんだ。じゃあ両方使うんだね。そういうことだよ。それじゃあ解いていくけど、まず図形のイメージはこんな感じだよ。求めたい BC を X とすると、 AB は 1-X と表せるよね。 X の値がとても小さい場合のイメージ図はこんな感じ。明らかにゲームは最小にならないね。逆に X の値が1に近くて大きい場合のイメージ図はこんな感じだよ。これもゲームは最小にならなそうだね。なんとなく図形のイメージができたところで、具体的な計算をしていくね。三角形 ABM に着目しよう。 M は BC の中点だから、 BM は2分の X と表せるよ。あ、これ余弦定理が使えそうじゃない？うん、いかにも余弦定理を使ってくださいって形だよね。そうすると AM の2乗はこんな風に X の二次関数で表せるよ。下に凸の放物線だね。次に最小値を求めるために式変形しよう。平方完成して基本形にするんだったよね。そうすると頂点の X 座標は7分の5になるよ。 AB 足す BC イコール1より、 X の定義域は0より大きく1未満なんだけど、ちょうどこの間に頂点が収まるね。じゃあ M2 乗は X が7分の5の時、最小になるんだね。そうだよ。そして AM は正の値だから、 AM2 乗が最小の時と AM が最小の時は同じだよ。あ、できちゃった。 AM が最小の時の X、 つまり BC は7分の5だね。やったね、つむぎちゃん。類題をちゃんと練習しておけば難しくない問題だね。とんがり、とんがり。え、急にどうしたの？顔のパーツがどれも三角形っぽいよ。とんがっていこうぜ。とんがり、とんがり。うわーん、こっちに来ないで、怖いよ。